始まりはゴルゴンゾーラ。おはようございます、エミリーこと松恵美です。ゴルゴンゾーラ今日なんですけれども、大好きな中部で朝ごはんです。朝活です。朝活ということはカツ丼を食べます。朝からカツ丼を食べる活動のことを朝活って言いますからね。私もともと大学生の時に中部でバイトしたという経験があるから、今日はすごい、そうすごい今日思い入れが強いあれです。ありがとうございます。 T 君が頼んだ親子丼と鶏パイタン。うん、働いてて全部メニュー食べたことがあるからこそ分かるんですけれども、カツ丼が一番美味しい私の中では。新メニューとかもあるから。私が働いてたのは8年前だわ。辛そうに言ったけど、はい、というわけで早速いただきたいと思います。完全私調べなんですけれども、中部は卵メニューがマジで美味しい。もうめっちゃ美味しそうじゃん、見て。カツ丼も誰よりも一番美味しそうに食べる自信あります。見ていいですか、じゃあ。せーの。出てますよ、米が。ね、あんまカツ丼食べないですよ、中尾で。中尾のカツ丼のすごいところって全部が熱々なんです、確か私がメイドする時の情報が、器もお湯とかで温めてちゃんと温かい状態にしてから提供した。本当に熱々の状態を保ってるんですよ。そうなんだ。めっちゃ美味しい。だから本当に美味しい。朝食べるのがまた染みる。朝のカツ丼は染みるんだわ。朝のカツ丼は染みるんだなぁ。日めくりカレンダーの言葉です。どう思いますか、パッとめくって朝のカツ丼は染みるんだなって。泣いちゃいます、そんな言葉があったんだって。あるでしょ。ないけど、朝から食べるカツ丼が染みるってことを知らない人はまだ多いと思いますよ。僕は確かに知らないですよ。でも重そうです。その前に絶対にカツ丼って太るものばっかりじゃないですか。でもそれを恐れてないから最強の満たされ度です。なるほど。カイジの班長が言ってるじゃないですか、欲望を中途半端にすると逆に反動で満たされないみたいな。それが逆に全くそれを自重してないから、カロリーとかをすっごい満たしてくれます。心キンキンに冷えてやがるですね。朝の空腹の胃袋にそれが一気にブワッと入ることによって地味度がすごい、すごいですね。胃が叫んでます。やめてくれよってことですか。朝から重いよなんて、美味しいって、飲みすぎるからやめてっていう、そっちのやつ。女の子の嫌よ嫌よも好きな味の方の嫌です。やめて、ほんとやめての方。このカツ丼のタレってこれ何？砂糖。何入れたらこんな味になるの？砂糖だけですか？分かったの。砂糖と？醤油。はいはい。うまっ。やば、砂糖醤油ですよ、ほとんど。なんかよく刑務所とかであるじゃないですか、はけみたいな。刑事ドラマとかで取り調べ室で、はい、自分が犯人じゃなくても食べたくて吐いちゃう。このカツ丼出されたら、人は永遠に愛とカロリーを求めてるんだと思います。愛とカロリー欲してるんだと思います。愛とカロリーとぬくもりと、まあね、睡眠とお金と性と、永遠に人が欲してるのかもしれない。カロリーって三大欲求のうちの一つかもしれないですね。え、そうですよ、食欲なんで。もしかしたら愚かなこと言った。そうですよ。あっ、強い強い。でこのお漬物先輩も美味しいんだ。お米あるあるで、一度のこのお汁が浸った時にちょっと美味しくなくなるお米あるじゃないですか。この中尾先輩のお米は汁が浸った時もしっかりと中に芯があって、自分の信念を曲げないタイプのお米さんなので、やわやわにならない、貫きたいことがあるんですよね。簡単にこう種類にちょっとふやかされたからとか、ふにゃふにゃってならないみたいな。周りにね、ミュージシャンになる夢諦めた方がいいよって言われたからって、やっぱミュージシャンやめるとか言わないです。最後まで俺はミュージシャンになるんだっていうのは貫くタイプの人です。それ成功するんですかね。成功するかしないかは分かんないですよ。ミュージシャンも厳しい道なんで、信念曲げないっていう、その一つ筋が通った芯のある男ってことだけは間違いないので、僕は尊敬しますよね。初めて頼みました。私がバイトしていた時にはなかった食べるラー油。これ嘘ですね。カツ丼にちょっと入れてみる。これはやばいと思いますね。やばいですか。魔改造です。これはめっちゃなんか具だくさん。こういうやつですよ。食べるラー油なんで。食べるラー油です。食べたことない。こういうやつなんで。私の反応どうだと思います。僕の1年半の付き合いからして、うーんまっですね。食べます。なんでメンマ麺も、え、美味しい。甘い。これこれに冷ややっことかも最高っすよ。なんでそんなこと言うんですか。なんで冷ややっこ食べたくなっちゃうじゃないですか。ないっすよ、なんか冷ややっこ。冷ややっこ詐欺に責任取ってほしいです。すいません。売ってます普通に。売ってます、売ってます。10年ちょい前に入りましたよ。うん、その時私言って子供だったんで、辛いものに対しての親がなかったから。何か何か、カツ丼とラー油合うわ。今までのこのカツ丼の人生って美味しかったし、誰からも愛されるし、何の不満もない人生だったんですよ。でもどこか足りなくて、何か刺激がなくて、こんなに私毎日恵まれてて幸せなのに、どうしてこんなに満たされてないんだろうっていう毎日を過ごしてたんですね。そんな時に突然ピリッと締まるスパイスが加わったことによって、こんな世界もあったんだっていうのを彼女は知ったんです、うん、そっから彼女は生きる意味とか希望とか知って、ハッピーになって人生も楽しくなったし、うん、私を見てるんですね。
どういう例えですか今のは。カツ丼がエミリーさんとしたら食べる内容は YouTube。 あ、なるほどね。どうしよう、今から赤ちゃんみたいなこと言いますけど眠いっす。寝起きなの？お腹いっぱいになっちゃったじゃないですか、はい、炭水化物食べたじゃないですか。みなこちゃんです。2022年の目標は3つのことを一緒にできるようになりたいです。2じゃなくて 3？ うん、人の最近ひどくて洗い物をしてました。その途中でピンポンってきました。あー、宅配に何かしらって宅配物を開けました。その途中でちょっとさ、これやってくれないみたいな誰かに呼ばれましたってなったら、洗い物も途中で宅配のやつも途中で呼ばれたやつも途中で全部途中になって終わってるんですよ。洗い物と荷物途中分かるんですけど、なんで最後のやつも途中なんですか？なんか例えば、あ、これ出てくれないって人から頼まれました、うん、でその時とかに LINE とかがピロンってなって、あ、みたいな感じでスマホとかで自分のいつも日常に戻ったりとかしたら3つぐらいが全部やりかけで終わってて、引き続いてはこうやってやってて、これ何したっけみたいな。へぇ、毎日。マジですか、大変ですね、生きるの。うん、十分優しいやん。結構カツ丼はドーンって感じだったんですよ。揚げ物、濃いめ、ご飯もがっつり、胃袋をギャーンみたいな感じだったのに、うどんは逆に大丈夫だよみたいな包容力と優しさと安らぎと睡眠が入り混じって子守歌のようなハーモニーを奏でることにより中枢神経に眠り粉をかけるかのごとく攻撃を仕掛けてくるので、今私の脳波がある意味乱れていると言っても過言ではないので、今びっくりするぐらい周りが引くぐらいすごくすごく眠たくなってきてしまって、全然頭も回っていないし、多分この動画が過去一みんなわからないことを言っているって思われる可能性が高いですね。うどんってなんでこんな知らんすかね。うどんの麺ですか。普通の肌になりたいです。うどんのようだねって言われたい。今ね、うどんに食べるラー油をちょっと入れたんですけど、果たしてどんなハーモニーを奏でてくれるのか。うわー、匿名かも。今日記念日にしよう、食べるラー油記念日4月14日、休日にしましょう。これはやばい、こんな美味しいものこの世にあるんだ。私の中で概念が変わりました。一つ出会っちゃったみたいな感じです。私なんかこの感覚になったのは、チーズハットクぶりかも2年前かな。チーズハットクの初めて食べた時にインスタ映えをバカにしてごめんなさい、心の底から謝ったの。美味しすぎて、あの時の感情今思い出した。すごいねこれ。よく聞かれるんですよ、動画の中で食べた中で美味しかったって思うものは何ですかみたいな。1って決めるの難しいんですけど、5本の指に入ります。今度食べるラー油食べ比べしてみようか。いい出会いをさせてくれた。食べるラー油が美味しい食べ方とかあったら欲しいですね。本当に何も考えないでいいなら普通にストローで飲みたいです。でプリン、これマジ美味しい。デパ地下に入ってるケーキ屋さんとかで買うレベルのプリンの味します、うん、これも飲みたい。食べるのにかけたらこれも美味しいかな。美味しいものと美味しいものを合わせたら絶対美味しいじゃないですか。行ってみましょう。なんかこのカリカリがいい感じにあれになりそう。結構しっかり煮立てます。うん、美味しい。なんだろうこれ、なんだろうな、ね、ちょっとスパイシーなナッツが乗ってるアイスみたいな。今日はすごいなんか気づきのある回でした。今日はオンラインチャンネル史上最眠回でも大丈夫。早口言葉とかは全然言えます。生麦生麦めっちゃめんどい。最近どうですか、会社さんとか。楽しいっすよ。スラスコって8年いなかったですから、それが急に現れたので不思議な感じではありますよね。なんか未だになれないですね。たまになんか誰だろうってなります。嫌とかじゃなくて、たまにそういうモードになる時ありますね。そもそも人間って誰だろう、なんだろうみたいな。僕はないです、それは。生きるってなんだろうみたいな、そのモードに入った時に誰だろうみたいな。そう、普通にいるけど、普通にいるけど誰だったっけ。いいことですね、楽しそう。あの本当に前も言ったけど、優しさを知らないロボットみたいになってます。なんで僕にこんなに優しくってくるんだろう。そう初めて人の感情に触れたロボットみたいになってます。涙流れてね、エミリーに感情が芽生えているだと。そんなバカな、システムエラーだっつって破壊するしかないって。そうですね。ちなみに別れたらどうするのってめっちゃ聞かれるんですけど、それは私は普通に別れましたって言います。こんだけ人生さらけ出して動画撮ってる以上、それは別に隠したりせず普通に。それでも面白そうですね、その動画。 YouTuber の怖いけど面白いところって、前回に失恋した動画とか、前回恋してる動画とかもまだ残ってるから、いろいろ見比べたりとか、そういう楽しみ方もあるし。めっちゃここの話ですけど、今私の彼氏は昔恋してる私の動画とか見れるわけですよ。はいはい、はい、やばいですよね YouTube って。回転寿司食いながらね、恋をしました、やばいですよーって、カリカリ食いながら反省して。だからもしかしたら次また半年後ぐらいに、なんか食べながら失礼しましたとか、今回私がダメでしたとか言ってなんか言ってるかもしれないし、ね、人生とプライベートを切って差し出してお仕事にしているっていう不思議なお仕事してるなっていう。でも本当に想像以上に応援してくださる方の声が圧倒的に多くて、突然感動したちょっとなんかうるるってなりました、うん、私の個人的な恋愛をすごい応援していただいてありがとうございます。近くにいてなんか幸せな感じなんだ、僕はあんま心配しないんですけど、はい、とりあえず今は楽しく過ごさせてもらってます。あざす。私は明日から食べるラー油生活します。ごちそうさまでした。